はい、生態院浅井院長の浅井です。こんにちは。今日はですね、ちょっとこれをですね買いまして、メディシンボールっていうんですかね、これ、ムーン、これですね、10キロありまして、よいしょ、これをですねお腹にこうやってポン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 当てていくっていう、腹筋を鍛える、そういうものなんですが、ちょっとこれをですね今から、まず100回か200回ぐらいやってみたいと思います。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7。あ、そうですね、これを買った理由はですね、自宅で怠け者なので、自宅で寝ながら腹筋を鍛えてダイエットできる方法ないかなって考えた結果、これが一番私に合ってるなと思ったので、とりあえずちょっとこれで試してみたいと思ってます。できれば毎日100回ぐらいをですね、お腹に当てて、よいしょ、ダイエットしていこうかなと思っています。腹筋を鍛えていこうかなと思ってます。時間的にですね、あ、ちょっと、結構重たいんですよ、これ。これだけでも鍛えられます。こうやってやる腹筋もあるみたいですけど。とりあえずこれぐらいにしておきたいと思います。ありがとうございました。失礼します。今日も生態院浅井24時間営業でご来院お待ちしております。よろしくお願いします。失礼します。あ、今日1月の31日で1月最後ですね。明日は2月1日で、お参りの方に行きたいと思ってます。はい、ぜひ、年末、あ、月末、1月の月末お疲れの方、ご来院の方お待ちしております。よろしくお願いします。失礼します。